雲型ウミウシプラティドリスエリオティは日本の長官隊で見られるドーリス科のウミウシの一つ。10センチメートルを超える大型種で背面は極めて地味で硬い。体長は大きなものでは150ミリメートルになる。全体は楕円型で背面はやや扁平。体表は厚くて硬く、またその表面には細かい粥が並んでいる。そのため、 普通の海ウ牛ウのように手触りが滑らかで、ヌメヌメしておらず、がっしりとしていてザラつく。背面は一面に褐色で、その上に濃淡のある雲紋が散らばる。雲んウミ海牛の名はこれによるらしい。その体色はごく地味で、乾出したものが海藻や海面のある岩の上に張り付いていると、周囲特別しづらい。背面前方からは暗い黄色の触角が一体出て、 背面後方からは、シダの葉のように分かれた外エラが6つ円を描いて出るが、いずれも色は地味。また刺激を受けるとそれらは完全に体内に収まる。ところが、これをひっくり返すと、今度は鮮やかな色が出る。覆面はその中央に細長い楕円形の腹足があり、その周囲のが愛を巻く仮面との間には、はっきりした溝があって区別できるが、 それらすべてが鮮やかな投稿色で、福足の円に沿って、街灯仮面に黒い楕円形の斑点が並んでいる。手触りはやはり多少ざらつく。裏側初夏に、岩の上に黄色い乱海を産み付ける。乱海は、細長いリボン状で、その片方の円を、岩の面にくっつけて、渦を巻いたようにして産む。自由な側の端が長くて、フリルのようになっている。 南日本の長官隊に広く見られる。国外ではインド、西太平洋沿岸に広く分布する。他の海牛類とは、その手触りが全く異なる。同族には他にも数種があるが、反問や色彩がはっきり異なる。ありがとうございます。